はい、どうも、こんにちは。今回ね、また Life is Strange Before the Storm 続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、始まりだよな、本当に。クロエ一家の、触りを見れたね、前回は。音楽、カントリー、パパの好きだ。ちょっと待って、今ね、あれなんだよ。デイビッドに、車で学校に送ってもらってるっていうシーンで、一応前回終わって、で、また今回そっからやり直そうと思ったら、多分過去を思い出してるわ、クロエが。とりあえず、わかんねえけど。くそ。英語が音楽だから、英語音楽でそこを無理やり訳してるから、なんかすげえ、あってね。いい気分だ。パパおるやん、パパ。なんだよこれ。新しいパ、なんかあれなんだ、ぐちゃぐちゃなってんだ。これあれなんだよ。前のパートで、なんていうの、ウィリアムっていうか、このパパだよ。前のじ、死ぬ、死ぬ、死んだパパ。死んだパパと、このジョイスお母さんのとクロエの3人の写真があって、デイビッドが来たからその写真がどけられたっていうシーンがあったんだけど、逆になってるね、それが。だからこうやって、なんだよこれ。そう、この写真のこのデイビッドがウィリアムパパになってたっていう写真があったんだよ、前回。逆になってんな、夢だな、普天通下に。だ布から、ぐらい知ってるっつうの。これはでもあれだな、これはあれだね。前回、デイビッドに渡した天下。でもあれなんだよ、デイビッドの車に乗ったクロエってさ、助手席にいたんだよね、助手席に。ママがいたらラジオを消せって言うだろうな。パパ、音量上げて。あ、これパパって言ってんじゃないの、デイビッドに。ちょっと夢の中で、パパって言ってんじゃないの、うっかり。いつもの店、あの子の迎えに。事故のシーンか。黒。黒一緒に乗ってたの？てか事故の時。ああ、そういうことか。音量上げたから、あんま聞こえなかったのかな。そんなわけあるか。踏切っていう概念あるだろ、パパ。パパ油断しすぎじゃない？さすがにちょっと。なんか複雑だな。踏切降りてなかったのかな。降りろ、クロエ。遅刻するぞ。嫌なパパだな、ちょっと。とか、そんな残酷な。や、ありがとどうも。まったく、やみったらしいやつだ。今の顔見えてたからな。のさ、普通に言った。俺は騙されんぞ。もういいじゃん、言ったからいいじゃん。どうでもいいよ。あれじゃない、これ。クロエが帰った後、車の中にやけんじゃないの、お前。にやっつって。お礼有効になったんだな、にやって。するでおしはょよう、ブラックヘル。う。これか、だから、Life is Strange の方では、この学校にマックスが引っ越してきたわけだよ。引っ越してきたっていうか、転入かわかんないけど。だから、そのマックスが来る前の、あれだね。マックスが、こっちに来た時はもうクロエ退学食らってたからさ。なんかすげえ言いづらいけどさ。ごめん、俺が喋るの上手かったらまだ良かったんだろうけど。うわぁ、懐かしいな。何のこのステージ？文化祭か？基本的には変わんないんじゃないの？一応多分、写真見る感じ。よう、クロエ。あ、彼氏じゃ。エリオット。おい、どうしたんだよその顔。保健室に行くか。なんか悪いやつじゃなああ、さそうじゃな。これ相手より全然マシだから。噂は本当か。大変だったみたいだな。お、割といいやつっぽいみんな。なその話で持ちきりだ。言わせかっとこけ。いいし。何と言われようが昨日はマジで最高だったから。でさ、テンペストってブラックウェルの演劇家のやつなんだけど。は？テンペストって。ああ、うん、
絶対つまんねえけど、そのよかったら。あ、でも結構そのやんちゃって感じでもないな、こいつ。ありかもね。必要以上に学校に行くのは主義に反するけど、役者気取りのバカたちにヤジを飛ばすのは悪くないかも。めちゃくちゃ言い方悪いじゃん。僕も。俺ありかもねを選んだだけなのに、そんな屈折して言うの。じゃ、また科学で。ああ、じゃあな。付き合ってはないのか。なんかやたら黒い冷たいよな。この子もなんか意外と真面目っぽいしね。ステフから DVD を受け取らなきゃ。まだ授業まで少しあるし。中押しやるべきこと。ん？L に長押しそこに来んの？あ、ステフ。ステフ知らないんだよな。まあ、マイキーとピクニックテーブルにいる。なるほどね。何す、あ、これがあれだもんな。スキップマシューズは学校の警備員。これが決して悪いやつじゃない。あれだもんね、ライフイズストレンジのマックスが主人公の時はデイビッドが警備員だもんな。スキップ、仕事はどう？うん。普通さ。め、どうしたんだ？かっこいいな、お前。爽やかな声してんな。ああ、なんでもないよ。ジャスティンの母親が優先スペースにベンツを止めててさ。ジャスティンビーバー。ジャスティン。どかせてやったぜ。女の子だったんだよな、確か。ジャスティンのママとよく会ってんの？ちょっとちょっと。まさか。ああ、そうだ。ジャスティンに葉っぱはいい加減にしろ。ああ、こいつがジャスティンだったかな。スケボーのやつジャスティンだったかもしんないわ。自分でいいな。私は関係ない。あいつのために言ってんだ。あ、でもそうだな。なんかハイリスク仲間じゃないのか。ハイリスク？ハイリスク。あー、くそ。すまん。忘れてくれ。なんか噂されてんのか、クロエが裏で。ハイリスクね。一つ勉強になったよ。クロエ賢いからな、言っても。あ、でもなんか話が増えたぞ。話増えたけど戻れる子じゃないじゃん、クロエ。工場でファイアウォークを見たんだ。工場に？え？ファイアウォーク？お前も好きなの、ファイアウォーク。よかったよ。おお、すげえな。ああいうのも聞くのか。てかあれだね、いい音楽。いいものは聞くさ。よく言った。なんか俺バンドやってんだよ。バンドやってんの？お前マジで？ピスヘッドって言うんだ。大したことないけど、頑張ってデモテープをあちこちに送ってる。ピスヘッドね。頑張ってくれよ。俺らのデモテープ。おお、聞いてやるよ。いいよ、また今度。いいよってどっちの意味？これノーなのかイエスなのか、どっちなのこのいいよって。また今度との比較だからいいよか、普通にイエスの意味か。ああ、いいよ。ああ、オッケー、よかった。いいよじゃなかったな。いいよやったね。嬉しそうだな、お前。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。導入悪くないよ。めっちゃ顔色伺ってんじゃん。どうかなじゃないよ、お前。わかるけど。悪くないじゃん、でも。ちょっとなんか、音声があんま良くないけど。あ、でもデモテープだもんな。音質落ちるわな、そりゃ。こう睨み合いみたいな。で、ここで聞くのかよ。渡してもらえると思ったのに。ここで聞くって知らなかったよ。で、いいと思う、いいと思う、いいと思う。すげえいい。すげえいいじゃん。ラジオで流れたら爆音で聞くね。これあれか、左上のフリーメイソンがあれかな。だよな。ありがとう。なんか分岐なのかな。クロエの人格形成だからな、これ。割とクロエ今回いい子に育てようかなと思ってるから。あ、先生これさ、マックスがさ、転入してきた時っていうのはさ、マックスってそもそも何年生の設定だったかな。それがわかんないんだよな。
そうそう、マックス夏じゃないっけ？冬じゃないよね。だってマックス、冬着じゃなかったよね、確か、あの時。ってことこれ、1年生なのかな、クロエが。で、マックスのライフイズストレンジの世界が2年生なのかな？わかんねえわ。グラント先生、ブラックウェルで一番まともな先生だ。少し口うるさいけど。グラント先生、クロエ、大丈夫なの？お優しい。ああ、大丈夫。心配してくれてんじゃん。こんな仮説はどうかしら。今日のクロエは科学の授業に遅刻せずちゃんと出席する。何ぞ仮説。その可能性はかなり。答えはサプライズで答えはサプライズでっていいな。その可能性はかなり高い。でもこれちょっと遊びたいんだよな。ちょっと遊びたい。科学的発見と同じで、その時になってみないとわからないよ。最近学校でいろいろあったけど、あなただけはいつも通りね、クロエ。あ、何ですか？いろいろって何？そうね、プレスコット家が学校に多額の寄付をした。いいことよ。あ、あの前なんだ。その全てが理数系科目じゃなくて芸術科目に使われるのよ。はい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 。芸術だって大事な科目でしょ。それはもちろんよ。これが写真家なのか。でも理数科目に支援が必要だって話をしたばかりなのに、結果はこれよ。人生なんてこんなものかしらね。クロエって理数科なのかな。悲しそうだな。理数科ってやばくない？お前だってクソ賢そうじゃん、理数科って。きっとなんとかなる。理数科にも理数科にとってもいいこと。まあでも学校が注目浴びるってことはね、まあ他の学科にも影響あるでしょう。悪いことばっかじゃないよ。逆に自称アーティストの生徒が科学の授業から消える。まあまあ、それもあるかな。相変わらずきついこと言うわね。てかあれだな、あ、話してんのかまだ。授業に来てね、クロエ。分かったよ。もう先生に言われたら来ざるを得ないよな。さすがにサボれねえわ。ステフから DVD をもらわないと。どっかでマイキーといるはずだ。なんとかテーブルって言ってたよ、確か。なんとかテーブル。だってあれだね、やっぱマックスはさ、結構、なんていう、なんだかんださ、ハキハキ喋るというかさ、なんか、ある意味、元気ってわけじゃないけど、なんかあれだったじゃん。意外と面白そう。幼い分さ、結構、なんとかだねって感じだったけどさ、クロエが割とドライだからさ、間違えた。意外と面白そうかも。クロエが割とドライだからさ、その普段の会話があまり盛り上がらない感じがあるわ。なんかドラッグ、薬物は人生をめちゃくちゃにします。これは今のところ興味なし。何これ、新設SF 映画同好会。詳しくない。ああ、まあ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 。ウォーレンかブルック。ああ、あいつらか。あいつらかっていうほどでもないけどさ、もっと仲いいけどマックスの時もっと仲良かったけどね。別になあいつらかじゃなくて。なんこれ、未来の人材ね。うん、未来はクソだよ。結構クロエドライなんだよな。まあでも実際こんなもんか、人間って。マックスが割と独り言でも割と明るい子だったからね。結構なんとかだねって感じで。まあ、ビクトリアチーズ、こいつと話すくらいならカミソリを飲む話したくないの？話したくないなら話さないよ。サマンサ・マイヤーズは目立たない子だ。あんたにも負けないよ、マックス。話すべきと、ちょっと聞きたいわ、お前の声も。ああ、カリー・プライス。クロエだ。ああ、いやね、冗談だってば。あ、もう髪型違うね。ちょっと若いかも。冗談も言わせてもらえないの？うざい。あ、そう。うざいな。それに、ごめん、クロエ。テックスクラブまで出てきて、もう大騒ぎよ。あなただって、その話聞いてるでしょ？レイチェル・アンバーから。レイチェル・アンバー。レイチェルが何だって？だって、二人で楽しそうにしてる自撮りがアップされてたじゃない。人を殺した？人を殺したって。別に。あのな、ビクトリア、ただの写真だ。あ、そうだそうだ。でも SNS に上がってる
つまりレイチェルと親友ってことでしょ。まあまあ仲良くないっていう事実はあんまりないよな。どういう子なの？なんかハマってるものがあるとか？薬？ごめんなさい、気を悪くしないで。でもあなたといるってそういうことでしょ？ね？なんでそんなレイチェルに興味あるんだ？ああ、まあライバルだもんな、人気者だもんな、レイチェルは。人気者だから完璧な女って感じ？ね、そうだね、お前は。気持ち開いてんのか。なるほどな、わかった。こんな話してる場合じゃない。煽ってんな。科学の課題は終わらないし、あなたは相変わらずだし。お前も終わったやんのかよ。課題の嘘の答えを教える。嘘の答え教え。いやでもクロエっていうキャラクター考えたらそういうこともしたいか。いやでもさ、結局クロエどうなんだ。クロエに言われたのって言われたらどうすんの。まあいい、助かろうぜ。なんでレイチェルみたいな子がカリープライスと。クロエだ。何カリープライスって。歩き方よ。てかあれじゃん、3分の1しか選べなかったじゃん。じゃ会話よかったかな、レイジェル選んで。サマンサ、こんにちは。あ、クロエ。あ、優しそう。何読んでんの？バージニアウルフなんか怖くない。声かわいい、お前。去年、ホイダ先生の授業で読んだな。え、課題なんかやるんだ。いつもはやんないけど。そんなこと言うなよ。面白かったから。おい。どこら辺が？え、どっち？俺知らないもん、その話、どういう話か。フーズアフライド、アフライド、アフライドってこと怯えるみたいだったっけ。ちょっと悲しい話。うん、お互いに嘘をつかないと人間関係は続かないってところ。うわー、重た。それって冗談？ごめんね、頭の回転悪くて。私も性格悪いから大愛子だ。クロエ賢いぞ。みんなそう言うけど私は違うと思う。ごめん、誰もそんなこと言ってない。ああ、まあまあまあ仕方ないよ。たくクロエ多分めちゃくちゃ頭いいかもな。これ意外とやっぱ割と IQ 高いもんな。会話がっていうか、なんか返しが。おい、また授業でから DVD をもらわないと。あ、ごめん、どっかでマイキーといるはずだ。あ、ジャスティンこいつか。ごめん、ビーバー女かと思ったわ。なんだよその目。いまだに覚えられないんだよ。どうした？葉っぱの匂い。ジャスティン、匂いがすごいぞ。え？葉っぱ臭いってこと？吸ってんのかお前。それ以外にあるかよ。マジで？じゃあさ、一発どう？持ってんの？ここで？どうも。え、やばい、これが悪影響を及ばさないかな。大丈夫かな。クロエ、どうしたよ。レイチェル・アンバー聞いてみようか、いろいろ。あのさ、レイチェル・アンバーをどう思う。人気者だからな、普通に。可愛くて、頭良くて、可愛いって感じ。前に勉強綺麗だな、お前、やっぱ。俺数学がマジボロボロでさ。だろうな。だろう、はあ、去年の秋に赤点食らっちまってさ。その後教えてくれたら次Cプラ取った。もう強っ。早っ、お前会話急に早いんだよお前。フンってかぶせるな、クロエ。昨日さ、工場のパーティーに行ったんだ。ゲリラ的な感じの。マジかよ。うん、噂によるとさ、あそこってかなりヤバいらしいじゃん。ヤバかったね。なんかいいとこが前に。はいはい、とにかく最高だ。なんか話したがりなんだ、割と。授業でまた。いいね。クロエが主人公だとまた見え方変わってくるな、やっぱ。あいつじゃないからさ、マックスじゃないから。あいつらがあれかな？ DVD の子たちかな？エヴァン、お前いたんだ。帽子かぶってんじゃん、お前。エヴァン、写真の腕はいいけど、繊細すぎる。今日は何の演説だ？お前、帽子かぶってなかったじゃん。クロエ、山火事の危険について話したい。おはよう。重た会話。調査によると、今シーズンの 90% 以上の原因は人間なんだ。
これはこういう記録、こういう子だったっけ、エヴァンって。違うよな。火は最高じゃ、なんでこんなこと。なんでこんなことやってんだ、うん、大学のため。あ、調査してんの、お前まさか、エヴァン。いや、これは個人的に取り組んでるんだ。大学には写真だけで入るつもりだよ。お、すごいね。レイチェル・アンバーってモデルをやってくれると思う。人気者だな、本当に。どうだ、そう、マックスの時もそうだったけどさ、やっぱみんな好きなんだな。どうして防ぐんだ、火は最高じゃん。からかってるのは分かってるが、炎から恩恵を受ける動植物が多いのも事実だ。うん、例えば180度近くの熱がないと開かない松ぼっくりとかな。へえ、本当？本当それ？松ぼっくりですか。うん。じゃあな。広がんな会話。防災講習を開くための署名を頼む。いいよ、講習中は寝れるし。ああ、そういうこと。いや、興味ない俺は。いや、興味ないからさ。ごめんね。行動しないことは。お前、エヴァン、ずれてるカメラが。そりゃ違うぜ。黒結構クールだからな、結構。話があんまり、マックスの時よりもなんかほのぼのしないな。え、これかわいい。どうした？さっき天の復讐者にポーションを使えばよかったから。何このかわいい子。スキルチャレンジだからポーションは効かない。スキルチャレンジ？ TRPG の話わかんないか。ちょっとオタッキーなのかお前ら。舐めないでくれる。まあでもマックスと昔やってた可能性あるからな。言ってみようか。だいぶ昔の話だけど、マックスって友達とやったことあるよ。え？ DVD は？ブレードランナー、ディレクターズカットだね。ありがとう。5ドルだっけ？ただでいいよ。名作をちゃんと分かってるもん。だって夢のシーンが入ってるディレクターズカットをわざわざリクエストしてくれたしね。まあ、黒分かってんのよ、割と。人生のモットーだ。いいね。もう目線合わせるよお前。ゲーマーなの？おい。レイチェル・アンバー。みんなレイチェルっていうな。あ、仲いいと思われてんのか。昨日デートしてたでしょ。あれ、もしかして違った？みんな SNS 見てんじゃん、レイチェルの。レイチェルとは何でもない。何を聞いたか知らないけど、レイチェルとは何でもないよ。そう、よかった。ステフが恋したか。クロエもさ、一緒にやらない？今はそんな時間ないし。時間ない。また今度な。てかこのキャンペーンなら20分くらいで終わるよ。他にすることないでしょ。20分長いよお前。やるか。やっていいじゃん俺。黒やっていいかな俺。黒え、俺やっていい、やっていいかな。